間はご立派。はい、こんばんは。火曜日の8時半になりました。新潟ホンデリングの56回目ということになりましたね。今日またですね、隣に素敵な、女性の方を迎えて、ちょっとおじさま、今日あの服までピンク色に染まってしまいましたちょっと緊張してます、また例によってね。さあ、ということで、先週は新潟県立大学の4年生三浦若菜さんから、ご紹介いただいたのはゲストにお越しいただきましたこの方でございます。さあ、それじゃあカメラに向かって自己紹介をお願いします。はい、新潟県立大学国際地域学部4年国際地域学科の吉田彩香です。はい、はい、ありがとうございます吉田彩香さん、はい、で今ここにね字が出てたんですけど、漢字あれ難しいよね、彩香の彩ってさ。そうですね、読めない人が多くて彩香とか、そうだよね、間違って言われます。さあ、吉田さんは三浦さんと同じ新潟県立大学の、はい、国際地域学部、はい、うん、あそこはいろいろな言語を勉強するんですか、それともそういう文化を勉強するのかな。言語をみんな共通で英語を勉強するんですけど、うん、私の場合コースは比較文化コースなので、はい、どちらかというと外国語の文学に親しむっていう機会が多いですね。文学、はい、それは英文学、あ、英文学ですね、うん、でもイギリスやアイルランド、うん、でもアメリカの文学もやりますし、うん、やっぱりいろいろな国の英語圏が多いですね。それでその基本的にそういうものを比較しながら、はい、その国の文化の違いを勉強していくっていう、はい、そうですね、そういう学部になるのかな。はい、吉田さんは、はい、一体英語をベースに何の文化を比較していたのかな、文学、はい、というのを比較と文学なんですけど、うん、イギリス文学のこうロバート・オーウェンっていう人の詩、オーウェン、はい、はい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 、読んで、なんかそこの中の比喩表現が2つのことを対比してるっていう、なんか奥深いテーマなんですけど、奥深すぎて全く分かりませんあ、そっか、はい、イギリス文学のオーウェンのね、はい、詩をやったりですね。でもさ、イギリス、まあ、英語の詩もそうですけど、韻を踏むとかさ、はい、最後のねこれがなぜ韻とか言うやつもあるでしょ。ありません、英語なんで韻、うん、がなんか日本語と違って分かりづらいんですよ。分かりづらいよね、はい、そう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 、まあ、そんなことはどうでもいいんですが、さあ、吉田さんはそのもちろん今ね、新潟県立大学ということで4年生、はい、聞いていいかな、はい、就職の方はお決まりに、無事決まりました。おめでとうございます。県内、あ、まあ、県内で新潟県内ですか、それとも県外ですか。県内の会社なんですけど、うんうん、やっぱ全国勤務がある会社なんで、かなりあれ大企業じゃん。いや、そうなんです。いや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 吉田さん、もともと新潟のご出身でいらっしゃいますか。福島県出身です。あ、福島、はい、東北つながりきました、3県目来ましたね。来ました、後受け取りました。福島のどちらですか。いわき市出身です。太平洋ね、はい、まあ、でも今回の震災ではいわきの方もやっぱりダメージあったじゃないですか。そうですね、うん、どうでした。私の実家は大丈夫だったんですけど、うん、やっぱり隣町とかだと大変な地域もあったりで、うん、ちょっと大変です。そうだよね、やっぱりまだ、うん、完全にその元通りにはなっていないでしょうしね。そうですね、うん、ね、スパリゾートハワイアンズ、あ、ご存知ですかすごい近いです。あ、近いの、はい、あそこなんかさ、夢の楽園みたいな気がするんですけど、僕にしてみると。そうですね、なぜかハワイがあるんですよ、田舎にいや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 、あれはね、日本の誇るべき文化だと思いますよあ、本当ですか、うん、だからフラガールでしたっけ、はい、ね、映画にも出てきたけど、はい、もう、遥か昔からさ、ああいうものを福島のね、まあ、こういう言い方すると本当怒られちゃうんだけど、いや大丈夫、まあ、関東ではない、ね、はい、まあ、隣ではあるけれども福島県にああいう施設があったっていうのはね、すごい、まあ、そこにまたああいう文化を根付かせて、でまたこの震災乗り越えてさ、はい、ね、今すごい人気じゃないですか。そうですね、復興支援とかでさらに前より人気になってるらしくて、うんうん、そうだね、スパリゾートハワイアンですね、はい、今度アロハ着ていこうかなお似合いですね、いや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 、ピンクのアロハですか。おお
あるんですよ、ピンクなのは。あ、もう持ってるんですか。あるんです、あるんです。着てくればよかったですね。いやいやいや、もうね、この時期にね、あのアロハじゃね、この間三浦さんの時僕半袖だったんですけど、さすがにやめて、今日はあのロングスリーブにさせてもらいました。暖かいので。はい、暖かいので。さあ、それでは吉田さんの学校生活、はい、ちょっとお聞きしたいんですけど、サークル活動って何かやってました？サークルは1、2年生の時に軽音サークルで、うん、はい、文化祭とか出てたんですけど、最近はちょっとやってない。もうあれですね。おお、1、2年の頃は、じゃあ結構こう活発にサークル活動でやってた、はい。そうですね、文化祭にも出て、ドラムやってたんです。え、ドラムなの？え、嘘、はい、そう。見えないねって。お、全然見えないね。あれさ、ドラムって難しいでしょ。そうですね。手と足の動きがバラバラなんで。バラバラだし。ちょっと苦労しました。独学ででもやってて。独学でやったんですか。あの初心者で叩けるドラムっていう本、教本買って、バッチ買って、家でクッション一人で叩いてました。それでさ、あのたまにね、大学で嫌なことあるとさ、はい、クッションにそのね、嫌なやつの顔を貼ってね、貼り付けて攻撃ですね。そうそう、もう思いっきり思いっきりパン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 って音さしてね。そっか、でもすごいね、独学でドラムが叩けるようになるってのはすごいですね。いやー、もう楽しかったですね。かっこいいだろうな、吉田さん叩いてたら。回したりするの、こうやってスティック。いやー、それがなかなかできないんですよ。しかも文化祭の映像を見たら足全開にしてて、もうドラムなんで、うん、いやなんか女の子捨てちゃったなみたいな。いやいや、まさかスカートでじゃないですよね。もちろんね、絶対大丈夫ですね、一応ズボンなんですけど。それだけやっぱり夢中になってね、のめり込んだんですね。なんかのコピーバンドかなんかでした？そうですね、ゴーイングステディってわかりますか？ゴイステ。あ、え、そんないいんですか、付き合っちゃって。そういうこと違いますね。はい、ゴーイングステディというのですね。はい、ゴーステディってね、はい、あのお付き合いしませんかとか、そういうやつだっけ。あ、そんな意味がありますね。あの、しっかりとしたね、僕と君は彼氏と彼女だよみたいなね。そんな意味ありますね、確かに。うん、それのコピーをやって。はい、あとアジカンとか。あ、ね、アジアンカンフージェネレーション。はい、結構ああいうのってファンキーな感じだから、ドラム大変だったでしょ。そうですね、ちょっと早かったです ね、 ね、もうリズムが。ということで今ね、はい、その学園祭、サークル活動ね、はい、ちょっとお話伺いましたけど、どうですか、福島から新潟に来て、新潟の生活に馴染むまで、はい、結構やっぱ時間かかりました。そうですね、やっぱり全然知らない人ばっかりだし、うんうん、土地も知らないしで、うん、もう本当にエイリアンみたいですね。エイリアンって、あら、初めて外国人って意味ありますけど、うん、そうね、もう本当に何も知らなくて、うん、しかも県立大学って新潟県出身の人が多いんで、うんうん、県外出身者がそれほどって感じなんで、なおさら浮きましたね、最初。どうです、新潟での生活っていうのは、うん、あの吉田さんにとっては、はい、どんな感じでした？やっぱり、うん、そうですね、4年間通して、うん、でも新潟ってあったかい人が多いなって思ったんですけど、うんうんうん、例えばタクシードライバーの人だったり、うんうん、こう、なんだろう、街ですれ違う人だったり、うん、なんだろうな、優しくて結構話しかけてくれる人多かったりしたんですよね。あ、そう。はい、なんだろう、一番びっくりしたのが、うんうん、こう大学生だから飲み会した後とかに友達が酔っ払ってて、うん、でその時こう吐きそうになった時に、見知らぬサラリーマンのおじさんが袋をくれて、はいはいはい、大丈夫かみたいな、なんか、みたいな、そんな、こんな優しい人いるんだっていう発見があって。そのおじさんも袋持ってたところがすごいって思っちゃうんですか。そうですね、バッグからおもむろに取り出して友達にパスしたんですけど、ね、もうすごい優しい人多いなみたいな。そう、きっとね、おじさんも常に吐いてるから。また、ああ、もう常備してたんですかね。そうね。そうか、うん、福島にそういう人いなかったですね。福島の人ね、お酒強いから吐かないんで。ああ、逆にそうなんですかね。さあ、それではですね、これからちょっといろいろ写真見ながら、はい、ね、話を進めさせていただこうと思うんですが、はい、最初の写真ではご覧ください。こちらでございます。あ、はい、こりゃまた楽しそうな写真がありますが、これは何？で、これは、うん、私の大学で流しそうめんパーティーした時の写真なんですけど、これは大学の中庭で竹から本当作ったんですよ。流しそうめんの台を、はい、台を作って、でもね、はい、あのさ、大学で、はい、いきなりの流しそうめん、はい、で LINE で人を集めて、あ、
急にやるよって言って集まったんですよ、これだけ急に。すごいね、でもね、急に LINE で呼びかけてこれだけ集まってみんなでそうめんをつるつる食べてる。そうなんですよね。大学がこうそれほどこうあんまりこう人がどちらかというと少ない学校なんで、もう普通に校舎歩いててもみんな顔見知りで呼べば来るっていう。へえ、それにしてもでもすごいなこれ。あの僕ね、一般常識的に考えるとね、はい、大学の中でこんなことしてたらさ、普通怒られませんか？怒られますよね、うん、私もこれ高校の時にやったら怒られてたみたいな。先生たちも多分気づいてたと思うんですけど、うん、見て見ぬふりしてくれたんですかね、多分。へえ、そう考えるとなかなかいい学校ですね。そうですね、アットホームですね。アットホームだね。はい、じゃあ次の写真お願いします。はい、あ、これはまたクリスマス、これからのシーズンにぴったりの。そうですね、うん、これちょうど1年生の時のクリスマスの時なんですけど、うん、これはどこだと思いますか、これ。なんかね、はい、新潟より寒い、新潟より寒い？はい。どこだろう。どこだ、どこだろう、どこだろう。新潟より寒い。はい、北です。新潟より北、だいぶ北。だいぶ北。北海道。あたりです。北海道の写真です。はい。北海道でクリスマスに北海道に行った。はい。彼氏というものがいなくて女二人で行っちゃったっていう痛々しい一枚ではあるんですけど。いや吉田さん。あのね、おじさんはそういう言葉には騙されないんですよ。本当ですか、この時はもうあれでしたね、うん、友達と遊ぶだけの目的でカップルばっかりのところに女二人で乗り込んでいって、うん、いいね、切り込み隊長みたいな、ね、もうみんなクラッシャーしてやるみたいな。わざとね、わざと手切りながらこうね、はい、通っていくと。でも楽しそうだな、これ、女の子2人での旅行ですか？そうですね、パックで行ったんですけど、イルミネーションメインで函館と札幌を回るっていうのを、うん、2日間の旅なんですけど、もう死ぬほどバイトしたんです、これのために。一気に使っちゃったんですけど、うん、初めて自分で稼いで、うん、自分の力で行った旅行ですね。じゃあそれまた貴重な体験ですね。はい、決して腹いせ旅行ではなかったということで。それも入ってるかもしれないですね。クリスマスになんでみたいな、そういうことじゃなくてね。はい、楽しそうだ。旅行好きなんです。旅行大好きですね、趣味でもよく行きます。あ、本当に、はい、じゃあそういう写真も出てくるかな、これから。はい、いろんなとこ行きましたね。はい、それじゃあ次の写真お願いします。はい、お、これはまた人生のような長い上り坂が。これはどこですか？これは鎌倉なんですけど、草むらにしか見えないですよね。はい、でもさ、なんとなくこの葉っぱの雰囲気から言うと、これあれでしょ、アジサイ。あ、そうなんですよ、アジサイの時期だったはずなんですけど、うん、1店舗遅れたみたいで刈り取られてたんですよね。お寺行ったんですけど、アジサイって刈り取られるの？はい、なんかアジサイずっとそのままにしておくと腐っちゃうらしくて、うんうん、なんか来年のたびにこうもぎ取るみたいな、あるんですよ、時期が終わったら。でここのお寺が見どころスポットみたいだったんですけど、行ったらなんか草むらみたいな。こういうこともあるんだなみたいな、ハプニングで。なるほど。これでもパックツアーでさ、実際ツアーとかじゃないでしょ、はい、自分たちで。これはもう自分たちで計画していって、で、次の写真で、やっとアジサイの場所を見つけて撮ったんですけど。はい、では、そのアジサイが美しく。おお、きれいきれいきれい。これは観光スポットじゃなくて、公園の端の方で撮ったんですけど。うん、へぇー。ここ公園の端っこ、はい、なんかもう普通に残ってたところをようやく見つけてそれっぽく撮ったっていう。せっかく行ったのに、はい、どこにアジサイがあるのさみたいな感じで。でもよかったですね、いい写真撮れましたね。はい、やっと見つけたって感じの一枚です、うん。すごいな。いや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 、またこの勝ち起こったかのようなピースサインです。そうなんですよ、ね、ドヤ顔しちゃいました、思わず。ドヤね、やっぱり目的果たしたぜみたいな。これも女の子と二人旅。はい、これもさっきの北海道の子と一緒なんです、同じ子で。あのね、まあ写真出てるからね、言っちゃまずいかな。なんですか？ってことは二人ともその頃は痛々しかったわけね。痛々しい時代続きますね、だいぶ続きます。はい、だいぶ続いたそうですが、今はもうね、幸せいっぱいでね。今はそうです、なんとかこう。なんとか、いや、そういう時は幸せいっぱいって。幸せいっぱいですね。そういっぱいですよ。さあ、次の写真お願いします。はい、これはすごく綺麗な景色でございますが、はい、はい、これは？はい、これは佐渡に行った時の写真ですね。あ、佐渡。はい、
これは。これも大学の友達と一緒に行った写真ですか？はい、そうですね、うん。これ同じ学年の子たちなんですけど、うんうん、大学の事務局が、こう私たちの上の学年の人で、はい、大学生でサドプランを立てようって、ちょっと旅行会社と提携してやった企画があって、で、その学生向けのパックのお試しとして行ってくれる人を探してたんですよ、うん、モニターでね、はい、で私たちがその大学の中からたまたまくじで選ばれたメンバーで行ったっていう。ラッキーだ。ということは旅費はなしでこっちで行きやすい。ええねんな、本当にこの時は、でもモニターだからさ、レポートとか書かなきゃいけないじゃないですか。書きましたね、うん、でその後ちょっとラジオで宣伝したりとかもしたんですけど、おーおーおー、ぜひ来てほしいですね、もっといろんな人に。 ありがとうございます。新潟の PR 大使でございますよ。さあ、それじゃあ次の写真お願いします。これまたキリリとキリリとこういう感じで、これみんな女の子ですか？これも女の子なんですけど、うん、5人してこうなんか、はい、赤レンジャー、モモレンジャー、キレンジャー、ミドレンジャーみたいな感じじゃなくて戦隊ものっぽく、これは越後湯沢のジップラインっていう、ジップラインっていうのはどういうやつのことなのかな、はい、ジップラインはこの後ろに映ってると思うんですけど、うんうん、こう山と山の間にロープを張っ て、その間をこう掴む取っ手みたいなのでさーっと下るっていう。ちょっと待って、あのロープにこう、はい、まあ滑車がついていて、そうなんですよ、そこなんか掴むの、はい、え、あのこう吊るされるんじゃなくて掴むの、あ、掴んで、そしてここに安全綱一応ついてるんですけど、そのままこうさーって下るっていう、ダメ、新たなスポーツですね。なんかさ、こう、はい、キュンってならない？いや怖かったです。下すごい高くて、うん、すっごいスピード出るでしょう。はい、でももう慣れてきて、最後の方とか手放しで、スーパーマンの格好とかで、本当に何メーターぐらい落ちるの、ジップラインって？あ、でも普通に高いところでどのぐらいだったかな、うん、でも10メートル、20メートルぐらいの高さがあって、落差があった、はい、段差があるね、でもそこをこう下るんですけど、うん、もう絶対にここが外れないって信じてるんで怖くなかったんですけど、さあ、それじゃあ次の写真をお願いします。はい、はい、これまたお友達、はい、これはもう4人で行ったんですけど、うん、もうこれは清里ってちょっとコテージに泊まってみたいのと思って、はい、それでこう自分たちで計画して、ね、はい、バーベキューセットとか持って行ったんですけど、おー、いいねー、4年間の中で一番こうきっとリア充に見える写真ですね、コテージで。で、あの、そういうところへ行くとさ、日常生活と違うから、はい、ちょっとこう、はい、彼氏のまた意外な面が見えたりなんかして、ちょっとこ う、ね、キュンとしたりしませんあの、この時まだ、この隣の私と私の彼氏以外の2人はもう付き合ってたんですけど、うん、私たちはまだ付き合ってなくて、なるほど、これをきっかけにした、そうですね、その時の一枚なんですけど、そう、おじさん突っ込んじゃうぞということで、まあでもね、こういうやっぱり学生時代ってこういう旅行があって、はい、すごくこう打ち解けたりとか、いろんな人生のね、うん、悩みとかさ、はい、いろんなことをこう話したりする中で、はい、すごくこう急激にね接近するというか気持ちがね通じるようなことって結構ありますよね。うん、そうですね。うん、そうかそうか、リア充です。それじゃあ次の写真お願いします。はい。これはちょっと。と悩ましくないですか？そんなことないですよ、みんな着てました、これ横浜中華街のちょっと待ってください、写真あの、私も何度かですね横浜の中華街というところに行きましたけど、はい、あんまりこの格好を旅行に行ってして歩いてる人って見たことがないんですがあ、本当ですか？なんか衣装を借りれるところ、うん、女子大生とかに人気って書いてあるとこ行って、で借りて、うん、建物の中から出なければこれで歩けるんですよ。あ、もちろん出ないよね。これちょっとやっぱ恥ずかしくて出れないですね。そうかそうか。じゃあそうだよね。でもすっごい素敵ですね。みんなね。今度は、お、あ、ここ、これはなんかあれだね。はい、あの、明らかに日本とは違いますね。そうですね、うん。これちょっと旅行っていうよりも留学って形で行ったんですけど。はい、吉田さんも留学をされて行きました。やっぱりうちの学部多いですね、みんな。あ、そうだね。はい、吉田さんはどちらへ？ここイギリスに。イングランドですね。イングランドに行きましたね。イングランドに行かれたわけでございますね。はい、どれくらいの期間行ってこられたんですか？この時2ヶ月間行って。2ヶ月間で、あっちの語学スクールに通ったんですよね。うん、
はい、2ヶ月でその語学スクールに通って一生懸命毎日こう勉強するわけですよ、英語ね。そうですね、多分こう言葉通じないと死ぬんじゃないかっていう危険があるからか無意識にやっぱ喋るですよね、うんうん。この時はホームステイですか？はい、あのこの子たちのお家に泊まらせてもらったんですけど、これホストファミリーなんだ。はい、うん、かわいい子たちですね。はい、楽しかったですか？2ヶ月間楽しかったですね。いいね。さあ次の写真は、はい、お、これはラ・ミゼラブルですね。はい、これ最近こっちでももう人気で、うんうんうん、アン・ハサウェイが出てたりとかして、はい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 、映画化したんですけど、それを前に、うん、あのイギリスのミュージカルで見たんですよ。なんかロンドンに伝統的なミュージカルの施設があって、うん、そこで見たんですけど、うんうん、もうあっちだとなんだろう、もう古いって言われるぐらい由緒正しき作品らしくて、うん、もうなんか毎日ここの劇場でやってるんですけど、うん、それをちょっと試しに見ようって思って、どうでした？全部英語だからなんかあらすじ想像したんですよねもうだいぶで映画で見たら、うん、あれなんか思ってたのとちょっと違ったなみたいな。違うみたいな。ああそかそか、大学の時にですね、はい、チャイニーズシアターってありますよね、あロサンゼルス、はい、あそこでね、はい、あれを見たんですよ、バックトゥーザフューチャー。あ映画、マイケル・ジェフォックスが、はい、有名な、見に行ったんですよ、流行り物が好きで見に行ったら、はい、こう見てるんだけど、お客さんたちね、まあ向こうもちろんね、はい、ずっとアメリカの人ですよ、笑うところでね、はい、どこがツボだか分かんないから笑えない。分かりますね。言葉も分からないし、周りがリアクションした時になりました。周りに合わせて笑うみたいな。そうでね、周りから笑い声聞けるとね、まあそういうね、結局ね、何を見たのかよく分からないという、そんな思い出もありましたが、さあじゃあ次の写真お願いします。ほらまた、これはまたラブリーだあれ、桃江は、これ友達の桃江ちゃんっていう子 の、うん、あのケーキ持ってる、はいはいはい、あの端っこの子なんですけど、うん、の誕生日パーティーをうちでして、ホームパーティーが趣味なんでよく人を集めてやるんですけど、うん、これはじゃあ、吉田さんの、はい、アパートですね。こう、まあ、デコレーションもして、はい、すごいな、楽しそうだな、ね、うん、誕生会なのか女子会なのかホームパーティーという名の女子会、ね、きっとなんかこう名前をつけては集まりたいんですね、うん、寂しいからか、一人暮らしです。そうかそうか、皆さんはやっぱり県外の出身の方が多いんですか、はい、ホームパーティーで集まるのは。そうですね、県外出身の子がほとんどで、やっぱり一人暮らし同士で集まるんですけど、うん、この時は割と実家の子もいましたね。そっか、楽しそう生きて遊ぶんですよはい、それでは次の写真お願いします。お、これはまたなんかアラスカアラスカから行ってきたような、あのアラスカじゃないな、フィンランドか、さあこれは何の写真ですか？これは、うん、クリスマスサプライズしようっていう回で、うんうん、なんか本当にクリスマスこの時こうみんなで2年生でこうお互い予定もなくで、はい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 、それこれはじゃあみんなの家一軒一軒ピンポンしようよってなって、うんうん、特に大学の周りの一人暮らしの人の家はみんな大体わかるんで、ドン・キホーテで買ったプレゼントを配るために夜中にみんなの家回ったっていう。ピンポンダッシュしたわけじゃなくてね。ああ、ちょっとピンポンダッシュと迷ったんですけど、さすがに誰からか分からなかったらみんな捨てるんじゃないかと思って、うん、なるほど、ちゃんとサプライズで、でも人を幸せにするサプライズでいいね、はい、これだとさ、されたら喜んじゃうでしょと思うじゃないですか、うんうん、いやみんな眠かったのかイライラしてました何この時間にみたいな、静かにしてよみたいな、うん、周りの部屋から苦情来るんだけどとか言われて、そんなね、あなた俺だともう大喜びでびっくりですよされたらさあ、でもしかしそういうサプライズを思いつくあたりがすごい。ああ、うん、でもやっぱり私たち2期生なんで大学の、うん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 、やっぱりこ う, う, うどっちかっていうと先輩たちが作ったサークルを引き継いだりとか伝統的に何十年も続いてるサークルがあるかっていうとそうじゃなくて、うんうん、何もないところから自分たちで企画して集まるっていうのが多いんですよね、うんうん、なるほどなるほど、そうだよね、今年の春でしたもんね、はい、初めての卒業生が出たのがね。そうなんですよね。そうでした。だからサークルとかなかったら自分たちで作ろうっていう、うん、ああいいね。
これね、今楽しい写真を見せていただいて、はい、吉田さんも福島から来られて、はい、この4年間の間にね、いろんな経験されました。留学もした、うんね、それから、友達のところでピンポンダッシュサプライズもしたそれからサークルもさっき言ったみたいに自分たちでやらなければいけないというような、はい、まあどっちかというとほら自分たちで工夫しながら自分たちで生活をクリエイトしていくっていうかね、そういう立場におられたと思うんですが、はい、さあ、これからいよいよ就職も決まり、はい、社会人となるわけでございますが、はいはい、私は社会人になったらこんなことをやってやるぞ、はい、こんなことやりたいな、そういうのがあったらちょっと聞かせてください。はい、なんかやっぱり社会人のイメージって、うん、こうちょっと疲れて電車に乗るっていうのがなんか自分の中の社会人のイメージなんですよ、うん、でやっぱりもう終わり学生も少ないっていうと、うん、こう働くのちょっと怖いなっていう面もあるんですけど、うんうんうん、でもやっぱり生き生き働いている社会人っていう方にすごい憧れて、やっぱり社会人になっても今楽しいよって輝けるようになるのが目標ですね。すごいな、今かがね、今すごいな輝き。そうですね、こう今までこうすごい大切な仲間ができて、うん、知らない土地でやって4年間でも幸せだったなってすごく思って、うん、それ家族とか友達の支えがあったからなんですけど、うん、やっぱこれから例えば見知らぬ土地に行ってまた知らない人に会っても、うんうん、自分でその場所が好きだって言えるように変えていこうっていうのがすごい思います。 すごいなぁ、もう見習おう、お世話になります。いやすごいすごいすごいね。これから本当にね、その、はい、まあ会社の方にお勤めになっても、はい、一応配属が変わってどこ新しいとこに行くかもしれないというね、うん、そういう状況もあるでしょうけど、はい、やっぱりこの新潟から、まあ、4年間生活をしてね、はい、積極的にこう、はい、変わりました。変わりましたね。やっぱり受動的じゃなくて能動的になって、やっぱり日常生活の中で、うん、学校と家の行き来だけじゃやっぱり退屈だなって思った時に、うん、じゃあなんか楽しい変化をどこで見つけようかっていうので、うんうんうん、なんかやっぱり自分が大切だって思える人ができて、その人たちがいれば、その自分たちで楽しいイベントとか企画して、うん、それがなんか日常生活のアクセントになれば、うん、そのために勉強も頑張れるんだなって思いました。ありがとうございます。今ね、きっと見てる人たちすごく励まされたと思うしで、じゃあもう一つ励ましの言葉を、はい、見ている方々にお伝えいただければと思うんですが、はい、さあ就活を勝ちね、勝ち抜いた組として、これから就活を迎える方たちもいらっしゃるかもしれません、はい、何かアドバイスがあったら一つお願いしたいんですが、はい、やっぱり就活って自分のことを見つめ直すいいきっかけにもなると思うんですけど、やっぱりその時に本当の自分のしたいこととか自分が大切にしたいことを優先順位をつけて考えることがやっぱり大切だと思って、自分がこれだけは譲れないってものはやっぱり軸に置いておいて、でそうすれば何だろう、例えば有名だとか安定してるとか周りの声に左右されないで、やっぱ自分がここだったら自分の好きなことできるぞっていう自分のこだわりで選んでいいって思います。はい、すごい。もうね、完全に僕はね、今日はもうハートを打ち抜かれました。やっぱりね、しっかりしとるわ。いや本当に。4年間の集大成として出させていただいて、いやいや、幸せですもん。こんなね、集大成のような番組ではないですけど。そうですか。そんな、あ、なんか一気になんかハードル上がっちゃってる。さあ、じゃあこの番組の最後のシステムといたしましてですね、はい、次にご出演いただくお友達をご紹介いただくという形になってるんですが、はい、先ほどちょっとね、はい、伺ったらば今ちょうど形になってないんですが、はい、先ほどちょっとね、伺ったらば今ちょうどございまして、はい、ちょうど、はい、はい、勤労に勤しんでおられね、ね、お時間大学4年生もうかね、最後の最後までアルバイトを頑張るという、まあ、そういうことで今日お電話の方は、できないんですけれども、はい、よろしかったら、はい、お友達のですね、はい、お名前とそれから、まあ、はい、一言でちょっとどんな人なのかっていうのをこう PR していただけると、はい、はい、次私のお友達で紹介するのはこの
米山真理子さんっていう子なんですけど、はい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 、ちょっと美人で有名でとか言って、なんかあれですね、あのチャイナドレスが似合いますね。はい、もう着るために生まれてきたような。ちょっと待ってください、チャイナドレスを着るために生まれてきた。はい、そのぐらい綺麗で似合ってたんですけど、大学で一番最初に喋りかけたのがこの子で、はい、でなんかすごい不思議な空気感を持ってるんですけど、癒されるんですよね、うん、一緒に、はい、なんか一緒にいてすごく安心できます。本当に、はい、ちょうど今、うん、あの頑張ってることがきっとありますよ。ロシア語を使ってちょっと頑張っている子が、頑張っていることがある子なんで、すごく、あ、ぜひじゃあ来週その辺をね、はい、グググッと掘り下げてもらいたいと思いますが、はい、本当にね、今日この30分間本当にね、はい、いろんないい話が聞けてありがとうございました。ありがとうございました、うん、それじゃあ、吉田さん、はい、あのカメラに向かって、はい、じゃあさよならって番組締めたいと思います、はい、新潟フォンデリング56回目、ゲストは吉田彩香さんでした。はい、はい、それじゃ あります、うん、また来週、はい、バイバーイ